はい、友永美代です。今日は2019年ベストコスメデポコス編を紹介していきたいと思います。今撮っているこの動画が年内最後の動画になります。ぜひ最後まで見てください。それでは美代チャンネルどうぞ。それでは早速紹介していきたいと思います。ゲランレソンシエルファンデーション、これはもう夏も冬もどの季節も大活躍したファンデーションです。薄付きなんだけど程よいカバー力があって、あとツヤ感がすごく綺麗です。ピタッと密着をしてくれるんですけど乾燥が全くしなくて、本当に長時間つけていても綺麗なファンデーションでした。やっぱお仕事の時とか朝から夜までがっつりメイクをしなきゃいけない時とかはよくこのファンデーションを使っています。めっちゃ良かったな。これはなんかプロのメイクさんに教えてもらって実際に使ってもらった時にめっちゃ良くて、それで購入したんですけど、少量で顔全体に伸びてくれるからコスパもいいんじゃないかなと思いました。もうすぐこれの下地が出るらしくて、ちょっとそのコスメをねすごく狙っています。マックストロボクリームピンクライトです。もうこれは結構後半のメイク動画にたくさん出てきたんじゃないかなと思うんですけど、冬にぴったりな下地です。保湿クリームの役割をしてくれるのですごい塗り心地が軽いです。であとツヤンとねしてくれるので内側からのジュワッと感がめちゃめちゃお気に入りです。これもうなくなりそうなんだよね。なんかスルスル塗れるから乳液感覚でたくさん塗っちゃうんですよだからなんかもうすぐなくなりそうで、これはストック絶対にしとこうと思っています。スックオイルリッチグロールースパウダーフェイスパウダーです。パウダー一粒一粒にこう周りにオイルがこう配合されているパウダーらしくて、サラサラにもなるけどそのこういう下地だったりファンデーションのツヤ感を残してプラスでツヤンツヤンとさせてくれるパウダーになっています。こうクマとかコンシーラーを隠した時にこのパウダー上からポンポンって重ねるとめっちゃサラサラになって乾燥知らずのお肌になれるから、このパウダーはねめちゃめちゃ使っていました。やっぱ今年は本当にツヤ肌にハマっていたから、そういうツヤ系のアイテムが本当に多いです。この後残り2つ紹介するのもツヤのアイテムなのでめちゃめちゃハマっていたなと思います。でこれはちょっとパッケージがすごく大きいので持ち運びは不便だから違う入れ物に移し替えて使ったりしています。これすごいおすすめだから他のメンバーとかスタッフさんとかにめちゃめちゃおすすめしたコスメですそして紹介したメンバーも使ってくれてめっちゃいいって言ってくれたからすごい嬉しいなと、紹介したものをいいって言ってもらえるのはすごく嬉しいなと思いました。スックピュアカラーブラッシュ11番です。まずパッケージがめちゃめちゃ薄いから持ち運びが便利です。あとはこの2色にねなってるんですよ、グラデーションに。なのでそのいろんなパターンで使えるから楽しめます。私結構ブラウンメイクが流行ったので、でもがっつりブラウン私は似合う顔ではなかったので、こういうちょっとオレンジ系が入ったブラウンのチークは根気っぽい顔になれたのでおすすめです。スックのチークはねツヤがめっちゃ綺麗なんですよね。お上品な頬って感じになれるので伝わってるかな、すごく好きです。最後はこちらです。シャネルホームエサンシエルスカルプティングフェイスカラーです。これはハイライトなんですけど2色展開で、私はキラキラのラメが入った方を使っています。これ一時期めちゃめちゃバズった時に購入したかったんですけど、どこも売り切れで手に入らなくて最近やっとゲットできました。それからずっと使ってるんですけど、もういいですね。スティックタイプのハイライトでもう濡れたようなジュワッとしたハイライトです。めちゃめちゃ可愛いし綺麗なんですよね。でこういうファンデーションの上からプラスで塗っても可愛いし、あと私は下地を塗った後にスティックでこうがっつりも入れてクッションファンデをその上から叩き込むと内側からめっちゃジュワッと、なんか上品な綺麗なツヤ肌が作れます。そのやり方にねハマってます。上から塗るのも綺麗なんだけど若干ちょっとベトベトするから私は下地に仕込むのが好きです。
自分へのクリスマスプレゼントで購入したコスメなので使って間もないんですけど、それでもやっぱり良くてペスコス入りしました。ということで2019年ベストコスメデパコス編を紹介しました。5個ね紹介したんですけど、2019年はデパコスを実はあんまり購入していなくて、どっちかっていうとベースメイク系でデパコスを使うことが多かったなと思います。メイクの土台となるものなので、ちょっといいものを使ってメイクをしていた年だったなと思います。2019年もありがとうございました。この動画で100本動画を投稿しているみたいです。すごい嬉しいですね。見てくださる皆さんがいるから私は動画を出し続けれるし、編集も撮影も全部独学で学んでやっているけど、まあ大変だけど頑張ろうと思います。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ぜひコメント欄で皆さんの2019年ベスコスデパコス編教えてください。待ってます。楽しかった方、参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。2020年もたくさん動画をアップしていくので見てください。2019年ありがとうございました。良いお年を。バイバーイ。